さらに両線を1 5キロメートルで笠松山頂上に行ける。笠松山頂上には笠松観音堂と無線中継所があり、道程が優しい。登山の山頂からは展望が開け、北に今治平野を望み、その先に来島海峡を大橋南は石月山脈、役、東は瀬戸内海の日内灘を見下ろす風光絶火の地である。 東山は中世の山城で天然の要害であるだけでなく、古来国府防衛上の要衝となっていたので一度となく合戦が繰り返された。1342年の戦は特に激しく、北朝の勢力7000により南朝方の最後の取り出となった余伝、笠松城を七方から包囲し、熾烈な攻防40う大勢に無勢に出す術もなく与田城は、陥落。 城主の王冠氏名ら十七氏は自陣を遂げた。また、笠松城主の篠塚伊賀守るは豪腕にて敵中を突破し、魚島に逃れた。大立氏名ら十七氏の墓所が仙壇寺奥の院にある。2008年8月24日夕方、笠松山にて山火事があった。東山より約2キロメートル東にある山。山頂表記によると、 標高132.4メートルであるが、地理ン地図によると標高128メートルである。最短は東側からあと500メートルの徒歩で頂上に立てる。ありがとうございます。